グーテンターキヒピンコーどうもこうです。本日はユーロ2024年開幕です。よいしょ。はい、というわけで、皆さんサッカー好きはご存知だと思いますが、ユーロ2024が昨日から開催されました。そしてですね、なんといっても今年のユーロはドイツが開催国なんです。それに伴ってですね、やっぱり開催国からまず試合をしていこうということで、昨日はドイツ対スコットランドが行われました。で、皆さんめちゃくちゃ気になってると思うのが、じゃあ開催国どのぐらい賑わってるのっていう話なんですけど、今日はその話を僕の、まあ、田舎町に住んでるので全体ではないかもしれないですが、まあ、友達のインスタグラムとかいろいろ見ていて思ったことを話していこうと思います。ではやっていく。はい、というわけで、今回ねユーロ2024開幕の話をさせていただくんですけども、まず最初にね、ドイツ対スコットランド5対1でドイツが勝利しました。いやー、良かったですね。やっぱりドイツはね、サッカーが好きな国民が多いです。もう皆さんも知ってますよね。試合がどっかで行われるたびに、もう道路はね、自動車でもう満帆になって全然前に行けなかったりとか、人もねごった返して、スーパーもビールたくさん買う人がいてみたいな感じで、本当に経済がね、サッカーの試合があるかないかでその街は違うんじゃないかと思うぐらい変化があるんですけども、そんなドイツがやっぱり最近こうワールドカップとか、ね、なかなか結果が出ない中で、まず1試合しかも5点っていう、かなりねいい点数を取って、試合が、終えられ、開幕戦迎えれたのは、僕はドイツ人ではないですけども、ドイツにいる身としてかなり嬉しい結果かなと思います。そしてですね、なんといってもそんな5対1で、終えた試合なんですけど、もうね、昨日はすごいやっぱり開幕戦ともあってね、賑わってました。街中でもね、やっぱりパブリックビューイングもやってましたし、なんといっても周りの友人とかいろんなドイツ人の方と喋ってても、明日見に行こうよとか、行かないのみたいな話がね、もうつどつど飛び交っていて、やっぱ日本だとね、やっぱサッカーがね最近浸透してきて、ワールドカップとかすごい試合見に行く人も増えたと思うんですけど、ドイツもね負けてないぐらい、本当にいや、むしろそれよりもすごいんじゃないかってぐらいの熱量で、すごいもうドイツっていう国に勝ってほしいっていう雰囲気がすごい伝わってます。で、老若男女がね本当にキーワードだと思います。ドイツのサッカー好き、みんながみんなじゃないと思うんですね。僕の身近な人でも別に全然サッカー興味のないドイツ人の方もいるので、みんながみんなじゃないんですけど、体感こう下はめちゃくちゃちっちゃい子供から、もうおじいちゃんおばあちゃんはもうビール飲みながらわーって言ってる感じが、なんかこう層がね厚いなと思います。やっぱ若い人がね日本だと好きっていうのはね、すごい最近こう、まあ、ある意味こうトレンドじゃないですけど、サッカー見に行ってビール飲んでてかっこいいでしょみたいなところもちょっとあると思うんで、ファッションみたいな感じではあるかもしれないですけど、まあそれもね、日本もだんだんそんなこともなく、まあ、国民全員がシンプルにスポーツとして大好きみたいなところになっていくんだろうなっていう中で、ドイツは本当にもうそんな感じです。もう本当かなりエネルギーを感じますし、もうねやっぱそういうところを見ているからこそ、昨日の5対1は良かったなと思います。でね、やっぱり、まあ、ミュラーとかも途中試合出てましたけど、まあ、なんだかんだドイツがなんかすごく盛り上がっていきそうな背景としては、なんか年齢層とか、 なんか選手の世代交代みたいなのがすごい感じてます。やっぱ若い選手がいっぱい出てきてるチームほど、なんか今後勝利とか、まあ、どんどん勝っていく必要はあるんですけど、何よりもね若いっていうので、次じゃあ何年後この人たちが主力メンバーになって、じゃあどのぐらい活躍できるのかみたいなところだと思うので、かなりドイツはそういう意味ではこのユーロに、かけてるのかなっていうふうに感じます。若い層をなるべく使いつつも、ベテランをこう投入することで、まあ、ベテランから一緒にプレーして学べることもたくさんあって、でそこからさらに若い層がどんどんレベルアップしていくことで、再び強いドイツっていう国を、ね、作っていくんだろうなと感じます。僕はそういう意味ではドイツの試合を今後ねかなり楽しみにしてますし、あとすごいちょっと今日はドイツの話をするべきだなと思って動画撮ってるんですけど、何より結構今日の試合も楽しみで、今
現地時間6時かな、現地時間というのはヨーロッパ時間6時にスペインとクロアチアの試合があります。これも熱いですよね。なんかスペインもねかなり若いチームで整えてくるのかなっていう背景は僕の中ではあるんですけど、まだ全然選手が誰でいるのかチェックはしてないんですが、なんかスペインとかドイツってちょうどなんかこう世代交代するタイミングが近いのかなっていう意味で、なんかすごく今日の試合も楽しみにしてますね。昨日はまあ僕は友達とちょこっと見ながらも、まあ基本的には自分一人で途中から見てたっていう感じなんで、あれなんですけど、今日はもう友達とパブで見に行こうっていう感じでスペイン対クロアチア戦見ながらドイツビール飲もうっていう感じなんですけど、もううまくいけばこう現地のね雰囲気を動画に収めれればなと思ってます。まあ、ちょっとねスペイン対クロアチアなんで昨日のドイツ対スコットランドの開幕戦ほどは多分人がいない気がするんですけど、とはいえドイツはやっぱり移民が多い国で、まあ、クロアチアの方もいますしスペインの方もいますしっていうところで、ある意味こうスペイン人とクロアチアの方が普通に純粋に熱狂している姿みたいなのは見れるかなと感じます。で僕個人としてはまあそうですね、どっちが勝つのかなちょっとわからないですね。まあ最近クロアチア本当強いですし、スペインもね若い層がどんどん上手くなっていつも通りスペインもなんかイケてる感じになってるのでわかんないですけど、本当にちょっと見たいなと思うのはやっぱスペインのパスを回していくプレーですよね。僕が好きだったスペインのチームはやっぱりイニエスタ中心でもないか、イニエスタとかパスのね上手い選手たちが集まって、スピードでこうガンって抜くような選手もいたとは思うんですけど、まあ、どちらかというと結構本当に底通すみたいなパスを、しながら、まあ、綺麗にシュートを決めるっていう、こうファッショナブルというか、なんかおしゃれだなみたいなサッカーをするのが僕のスペインのイメージなので、なんかそういう チームの姿を再度見れたら嬉しいんですけど、まあ、もちろん各国で、ね、例えばフランスなんかはエンバペみたいなのにすごい選手が出てきてガーって結構一人でもう一気に見ちゃうみたいな選手が急にボーンってね、選手が若い選手が急に出てきたりするんで、まあ、チームとしてはやっぱそういうタレント性のある選手、なんか才能のある選手を中心にチームを組んでいくっていう必要はあるんですけど、まあ、でもなんだかんだね僕の中でのスペインはやっぱり変わらずパスを、ね、綺麗に回していくような選手がね複数人いて、まあ、1人抑えたところでどうにもならないみたいなのが僕のイメージなので、そういう試合が見れたらいいなと思いながら、今日はとりあえずスペインとか、もしくはねもうクロアチアはもうなんか硬いかなって感じです。なんか、安定してるなっていう感じなので、まあ、安定してるチームと、まあ、そういうちょっとしたねテクニックとかなんか綺麗なしサッカーをするようなスペイン、まあ今はどうかわからないですけど、のお互いが持っているものがどんな感じなのかを今日ビール飲みながら見るっていうのはすごく楽しみにしている状況です。でね、何より僕がすごいドイツのその開幕戦を迎えて思ったこととして、パブリックビューイングはじめ自分で家でも見てる方もたくさんいると思うんですけど、インターネット配信が無料なのが本当すごいなと思います。ZVF かな、国内の何て言うんですかね、国がやっている国営放送みたいな中で、まあ、NHK みたいな、日本だと立ち位置なのかな、ちょっと違ったら申し訳ないんですけど、インターネット上で、もうそのリンクにアクセスしたら、まあ、誰でも見れるというところがすごいなと思います。日本だと最近 DAZN とか、まあ、ABEMATV とかね、そういう結構こう収益が、ね、絡んだところ、まあ、いわゆる民間企業みたいなところが結構放映権を握ってしまっている状況なんですけど、ドイツの場合は、まあ、それももちろん各国のね、なんていうの、各国ごめんなさい、各市のね試合、バイエルミュンヘン対例えば、まあ、シュットガルトとか、まあ、例えばあったとして、まあ、そういう時はダゾーンで見なきゃいけないみたいなのが多分あったりするんですけど、こういうパブリックな国の試合になると基本的にはもうインターネットから見れるという感じです。
ぱり日本だとね、やっぱテレビがないと見れなかったりとか、まあ、それこそアベマ TV とかがすごいありがたいことに、まあ、そういうのをなるべくいろんな人に見れるように無料で放送しようみたいな流れもちょっとやってましたけど、でもやっぱり民間企業がやっていると限界があって、やっぱり収益出さないといけないっていうところで、なんかアクセスしやすくなるようなチケットを売りますとか、なんかそういう風になっちゃうんですけど、基本的にドイツの場合はもう無料で、もうみんなで応援しよう、国の試合だよっていう感じでやっているかなというところが、すごくなんか勢いを感じますし、国民にどんどんサッカーを見てみんなで盛り上がろうっていう、なんかそこで収益を得るというよりは、サッカーで盛り上がったエネルギーをじゃあ今度経済回すために頑張っていこうみたいな感じが感じます、というところがすごく昨日の開幕戦を機に感じたことでしたね。本当に現地にいる身としてはやっぱり伝えたいというのがこの動画を作成している背景で、サッカーを今後どういう方向性で日本も持っていくのかみたいなのは、このヨーロッパのエネルギーはすごく参考になるかなと思いますし、何よりね、ヨーロッパで活躍するサッカー選手が、日本のサッカー選手がどんどん増えている中で、なんかますますドイツの雰囲気を伝えることで、じゃあドイツでサッカーしようっていう感じの選手が増えていくと思いますし、なんかそういうところがすごく今後も楽しみだなと思ってます。はい、というわけで今日はユーロ2024開幕というところで動画を撮らさせて、撮らせていただきました。そうですね、改めてドイツ強かったなと思いますし、まあでもね、今後のチーム相手誰になるかによって全然変わると思うんですけど、昨日は本当ドイツらしい試合だったと思います。なんかパスもロングパス結構通ってましたし、結構体のフィジカルで、勝ってる部分、例えば2点目だったか3点目だったか、3点目は PK か、2点目だったかが、なんかこうターンアラウンドしながら相手の体を背中で押さえながら振り返ってすぐにシュートみたいな感じのやつだったんですけど、まあ、ああいうなんていうんですか、大きいんですよドイツ人って。やっぱり骨格もすごいですし筋力もかなり高いので、なんかそういうところでフィジカル負けしにくいっていうのはドイツ人が、僕もサッカーにドイツでやるんで思うんで、やっぱそういうところのなんかこう体をうまく当てて、でも相手は分かってるんだけど止めれないみたいな感じが昨日はすごく感じたので、改めてドイツがそういう試合をしていくところを想像するとなんかワクワクだと思うなと思いました。はい、ごめんなさい、エンディングも長くなってしまったんですが、この動画すごい面白かったし、今後ユーロどんどん見るよとか、ユーロ面白かったね、今後も昨日の試合良かったねと思う方は高評価でね、またこういうユーロの近況とか、まあ、今後のサッカーの試合をやるたびにいろんな話したいなと、僕はサッカー好きとしては、実はサッカー好きなんです、サッカー好きとしては話していきたいので、チャンネル登録をして、次回以降のユーロに関する動画も楽しみにしてみてください。皆さんちなみに、勝利国どこになると思いますか？予想はコメントでもよろしくお願いします。では今日の動画もご視聴ありがとうございました。さようなら。